ど真ん中ですか？あの4の E と F の間の岩が一番真ん中な気がします。じゃあそこから下が見つけ合って下がっていくか。じゃあとりあえず、まあ、会って考えようですね。会って考えようってなんかプライベートの言い方だよね。何する、うん、何がいいか。とりあえず会ってから考えるか。そうだな。あるよ、ね、そんなしかしないっすね。どうしようか。ここで下がっていけん。俺が下がっていかなきゃいけないのか。じゃあそこに止まってたらいいですか。はい。ボーテムステビュー。どっちが先に見えなくなるか。とりあえず計算上350mぐらい。あ、でもギフガルセで普通に見失いそう。大丈夫か。うん。あ、このシーン見邪魔。あ、草。この草邪魔。岩もうすぐ 150m っすね。面白いわ。あ、150。あ、まだ危険や。200。まだ危険。350ぐらいまで。車両移動中って旋回しても車道移動中になるのかな、車掌主任制。おお、どうなんすかね。あ、300超えましたね。もうちょっと。一回とも開ける。やっぱ300なんだな。自分は見えてますね。オッケーオッケー、分かった。これが限界距離。あ、消えましたね、今。どうこれ動いて。出たりしない。あー、出ないです。なるほど。待ってね。ちょっとずつ詰めていく。見つかったら、あ、見えたら行ってね。はい。すげえ、すげえ、刻んでる。カツカツ、カツカツ。あれ意外とお互いの隠蔽やばくない、これ。もうすでにやばくない。マンティコは見えました。見えた。いますね。282。282ね。ちょっと待ってね。その状態で発見距離が282m ね。発見距離。発見距離。で、まんまキノコはそのまま止まってていただいて。はい。めっちゃ面白いし、なんか動き。あ、見えた。こっちか。こっち 265m で。あ、バレましたね。これで消えんのかな。でもさっきの距離的に。あ、消えた。ブラス。まだ見えますね。今見えてる。あ、今見えてる。あ、見えてますね。全然ずっと見えてますよ。もう完全に視界がちしてるってことですよ。茂みなしで。で、今何メートルだっけ ?265 かな。そうですね。今265でずっと見えて。なんで俺さっきの260で発見できたんだ。 あ、これはまだ限界距離じゃないってことか。265は違うの。あ、これね。これで見えるのか。264。これが境。バレましたね。264で見える。265で見えない。この1メートルの差が。視認範囲510m の敵から見つかる距離が264m なんだな、静止値。おぉ。やばない。全然やばいよね。この距離まで見えないってやばくない？静止してて。風船2発ぶち込める距離だね、ここまで近く。ですよね、普通に撃って、ってなってる間に、ね、やっぱ撃って、さよならーっていうふうに。265m になったろ。これどうなの？マス3つ分ぐらいですね。265。ね、これで消えんのか？今見えてる。見えてますね。あ、見えなくなった。カメラ。壁だ。で、出たろ？出たろ？なるほど。おぉ、ピコンした。なるほど。で、これが、差ですね。なんか、隠蔽の差。3% の隠蔽の差。この1メーター。1メーター。265か264かの1メーターですね。あれ M、X、 はい、X、 これっすね。なんすか。ちゃんともう軽仕様に変えてきました。なんもうすでに変えてきたんですか。早くねえすか。気が展開は自分にはねえっす。なるほど。やっぱ世の中にあれを
あれを選ぶ日が来る気がしないっすね。だって自分そもそもそんな近距離しないっすよ。しないっすね。バチバチに打ち合わないっす。そっか、ブーラだったらあの位置もありだな。あそこっすか、あの4のとこっすか。うん、そう、4のとこ B の、はい、もうワンチャンありだよ。じゃあこの K が登ると信じて行ってきます。中央だな俺や。頑張れーす。俺も中央入りてえな。確かにこれターボチャージャー積むないだ。押せよターボチャ積んだ俺。36キロぐらいだからね。そいつグローサーの方がいいって聞いたんですけど、どうなんですかね。そうな、じゃあグローサーもつけるわ。グローサー、タボチャ、ラーマー積んでる人がいたよ。でもさ、あの拡散がでかすぎるから、それだとなかなか厳しいところもあるよ。スコダ高6の明確なブロッキング、はい、インコース走りたかったんですけど、足が遅いぐらいがいけない。バレた、バレました。まあいい、今ですけど無事入れてアーティーを警戒できてる。いいっす、いいとこ入りましたね。だいぶ見えた。でもこれ自分じゃねえっす。あーあー、撃たれてる。あんた問題ねえでしょ。軽戦車がっすね。おお、バレてないっすね。いや、ちょうどなんか低い草にかぶってたからですかね。なるほど。重戦車の砲塔が、砲塔が低い草に。アーティーなきゃな。一番ストッカーがトンマン強いんだけど、アーティーにクソ弱いのがトンマン弱点だよね。はい、アーティーない時の無双感強いんだけど。なんで貫通しなかったんか。あ、間違えた。あー、こいつ直感ついてないんだった。直感ないの。エミル遊びに来てる。ナイス。そういうポジション。うざ。人々のヘイトを買っときますよ。独り占め。みんなの視線を独り占め。やったー。あゆゆ。あゆゆだっけ。まあ、言うよ、だぞ。俺それしか覚えてねえもん。うわ、イラついた。オボくんがもう。オボくんどうも、僕目の前にいるの気づいてますか。ブーラスクくんにイライラしてるあなた、私ここにいるの気づいてますか。こんなオボくん抜けないって思ったら横向いてくれましたね。ありがたい。で、レネゲード。レネゲード黙らしたい。いい気になってんじゃねえよっつって。そんなレネゲードにも仕置きをしてきました。あらし、ケース登ってた。え、うっそ。うっ、ホームラン。ほら、おお、え、なんかオホ君、弾こんなんでしたっけ。あ、AP の方積んでんでしょ。ああ。榴弾じゃなく、榴弾砲じゃなく、合計がちっちゃい方。あれ、クソ貫通がないんで、言って。アーティー直撃した。アーティー AP 撃ってきてるし。やる気満々じゃないですか。無理だよ、やめてくれよ。オホ君、そんな様子見ちゃっていいのかな。な、そのポジション楽しいだろ。人々のね、苛立ちをひしひしと感じますね。敵だからいいんだよ。あ、チリ、チリ、チリ、コンカ、チリコンカ、なんだ今日食ったよ。豆のやつか。単語出てきたのに、なんだそれってなる。あー、アシスト。KV3 大丈夫かそれ。もう出てこなそうっすね。俺わざと撃って六冠つけてお前殺してやろうか。あのビゾン、あ、そう、ビゾンテの方に合流した方がいいと思うよ。そうそうそう、そうそうそう、ビゾンテの方合流、わかるね。わかる、ビゾンテの方に合流、わかる。わかりますよ、そんな何回も。楽もね、知っ
だからこの頭脳によって。そしたら、エミリの方、狙撃、もしくは経線狙撃。あれ何？いや、今気づいたんですけど、一人乗員がね、負傷してました。お目目がだいぶ悪くなってて。なんなら六感なんなかったんじゃね？ナイスアーティー。いや、でも、普通に、あ、まあ、下がってたからよかったんですかね。なるほど。向こう側行きたいし、ね。あ、でももう下の目が見えてる。で張り付いてる。うわあ、ここにいる。いたー。わあ。わあ。どうだ、下意味どこにいるんだ。教えてくれ。こっち向けや。負けるんかい、パンターちゃん。絶対駆逐ポジじゃないですか、エミル。怖くて頭出せない。うん、バレてないんだ。え、そうなんすか、うん、じゃあもういますかね、自分ここに。堂々と。どこにいるの？こらよって感じでいますよ。さっきはよくもりにエピア出やがったな。うわーい、なんか飛んできた。コロナちゃん撃ってないの？あ、おぉ、あいつのやつですね。すごいでかい光景が飛んできた気がしたんですけど。すごいでかい球。キャー。早く、M1。そのフルヘルスを、いたーし、エミルー。やっぱそっちでしょ。いいつかも、あとあれじゃん。そっちにしかいねえじゃん。つら。遅いんです。うわ、ガンミしてる。ガンミ、ガンミ。ガンミっすよ、あの、M1。そんな視線を独り占め。はい。出て、ごめんね、仕事。あのガンミ。こっち向いてない。でもあんなもん抜けないですよ、自分には。そう、バック。そのままバック。ナイス。おじがちですね、完全に。正体で6、7両やりやしたね。おお。楽勝だった。楽勝でしたね。だいぶ早い段階で下アメリ、下アレイミルが言えたな。55A の HT6 が終わったわ。やったぜ。何だったんだ？知らない。うん。お、でも意外と本当にみんな同じぐらいダメージ取った。バランスよくいきましたね。なかなかこういう試合ないよね。敵のティガーちゃんとかはかわいそうだったな。ティガー8に振られて、しかも初期砲でしたよ。かわいそう。コーティアのね、洗礼をね、与えてみたんですよ。言うてなんかこうあれだよね、砲が初期砲とかだったらティア7から 8振られませんよとかだったらいいの。なるほどね。俺コーティア行きたくないから初期砲ずっと積んどくみたいな。いやだからあれよ、やっぱりあの標本じゃなくて、何でしたっけ、技術ツリー、なんだっけ、なんだっけ、ああ、設計図、チケットの設計ですね。設計図はやっぱモジュールに使えるようにしてほしいですよね。それは思いますね、めっちゃ。ね、ガードだけか。多いですね。チェック以外はめくれてるんで、 GSOR が死んだら全身できるかな。危ない。本当に掃除下手くそならば、お、行きますかね。そうですね。わーい。ただあの岩より先にまたがないように。あー、はい。チェックからボロクソにされ、ボロカスに打たれるからね。カード倒した後はいい。あ、いいね、ボンウェイと T30 とバッフェンは多分はい。あ、おいしそう。じゃあこのきなこしがお肉ずっと食べたいって言うんでね、食べて感想言ってね、メニューのやった。超おいしいっす。人のお金で食べるハンバーガー最高ですね。